海山を支配した魔界の王暗黒団を倒すため、僕たちは頂上の第7階層を目指して旅をしてるんだ。今いるのは雪と氷の第4階層。僕と龍神丸は各階層の聖人から心と力をもらわないと暗黒団には勝てないんだ。これまでに光の獅子、炎のフェニックス、剣王という3人の聖人から心と力をもらうことができた。第4階層も超元気パワーでいくぞ。まやかしの女神フリザベート、頂上まで登ればフリザベートの城じゃ。頑張れユミコ。遊んでる場合ではないぞ、こんな時に。ごめんしてくれ。よし、勢いをつけてもう一度じゃ。ふいさふいさ、せーの、ふいさ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 、やっぱりすぐれー。やっー今度は止まらないぞ。おデコチッチ兄ちゃん、まったく世話が焼けるんだから。急いでくれ、渡ると聖樹の命が危ない。プランもいるぞ。分かってるさ。ここは確かフリザベートに連れ去られて、お前の処刑はもう始まっているのです。フリザベート、よくも愛する息子をたぶらかしてくれましたね。トラ王はお前の息子なんかじゃない。お黙り。なんだ、幻覚魔法を使ったな。あの者は私たちの中を裂こうとする悪いやつ。悪いやつ、そうです、私たち親子の敵です。そうやってトラ王の心も操ってるのか。救世主ワタルは敵です。ワタルは敵、そんなの信じちゃダメだ。トラ王の母上は青龍殿の青龍姫。黙りなさい、おしゃべりね。お前ごときに時間をかけるのが間違いでした。即座に死になさい。聖獣、脆い人形だこと。次はお前。やらせるか。渡る、無礼者が。ご冗談を。文句でもあるのか。
それをやるのは我が息子トラ王の役目。こいつ、俺は大王の息子だぞ。さあとどめを刺しなさい、愛する我が息子よ。トラ王、トラ、救世主ワタルを殺したその時こそ私の幻覚魔法の完成の時。そうなればトラ王は一生私から離れられなくなる。トラ、トラ、さあやるのです。トラ王、ワタルの胸にその剣を突き刺しなさい。はい、母上。フリザベートの言うことなんか聞くな。あいつはお前の母上ではない。思い出せトラ王、お前の母上は青龍士様、青龍殿におられるお方であろう。トラ王が青龍殿にいた？ということは第七階層のありかを知ってるってことか。こいつはいただきだぜ。ほら、卑弥呼だ。ここにいる卑弥呼を嫁にすると言ったのだろう。言った言った、嫁だぞ。嫁？青龍殿。そうだ、思い出せ。出すもの出せ。トラ王、命乞いをする者の哀れな戯言に耳を貸す必要はありません。やるのです。何がおかしい？僕には分かってる。何を？トラ王が僕を殺したりするはずがないってことさ。殺す？お前は敵だ。違う、トラ王と僕は友達だ。敵なんかじゃないよ。黙れ、友達なんだよ僕たちは。トラ王、お前は敵だ。トラ王、思い出してくれ、一緒に暗黒竜と戦ったあの日のことを。憎むべきは救世主ワタル。ワタルは悪いやつ。その通り。ワタル、ダメじゃ。トラ王は完全に過去の記憶を失っておる。そんなことはない。トラ王は忘れるわけないよ。やらなければお前がやられるぞ、ワタル。僕にはできないよ。トラ王は友達だ。惑わされるのではありません。友達、どうしたのですトラ王。わからない、俺様はわからなくなった。ワタルは悪いやつなのか。そうです、ワタルを倒すのです。でも母上、こいつは切れない、切ってはいけないような気がする。割れた割れた。どうしたんじゃ。フリザベートの心が乱れたんだ。それで魔法が解けたのか。くだらない、お前たちごとき一瞬のうちに消し去ってしまえるのに。もう容赦しません。出たな。
リザベートってやつは絶対気に食わないんだよ。前が見えないぞ。渡る、先人丸に任せろ。敵の死角をつく。どこから来ようと見えています。何人がかりで来ても同じこと。ドラ、渡るが大変なのだ。友達、渡るの始末はエリザベートに任せるか。俺の狙いは、私はこの階層を司る聖人、月の女神ルルナです。あなたが。魔法はまやかし、真実を歪めてしまう。けれど真実の力にかなうものはないのです。渡る、あなたはトラオを信じ続けました。友達であることを信じ続けたあなたは、その友達の刃すら恐れなかった。はい。魔法をかけられたトラオは決して真実を忘れることはなかった。その信じる力こそ私の力です。救世主よ、今こそあなたに月光の力を授けましょう。余計なこと、そうはさせん。
月光の力、超力変身、月光流星バルーン。月光の力があなたを邪悪な魔法の力から守ってくれます。余計なことを。お姉様、まやかしの力はもう効かないんだ。そうだ、真実の力は何者にも負けはしない。どうだ、今だ渡る。よーし、一掃月光光流拳。どこへ行ったんですか？こら、帰ってくるのだ。また息子がいなくなってしまったなんて。そんなに嘆いていたら、悲しみの隙をつかれてまた良き心をなくしますよ。またって？妹には本当の息子がいるのです。今はある場所で階層を司る者として修行をしているのです。実の我が子とは別れて暮らさなければならない私たちの掟。妹にはそれが辛すぎたのですね。だから虎王を自分の息子として。なんだいなんだい、メソメソして。あんたは自分の心にまやかしの魔法をかけていただけじゃないか。自分の本当の子供に会いたいんなら、おきてなんか無視して会いに行けばいいんだよ。そんなこともできないで母親面するんじゃないよ。スズメ、あいつ何を一人で怒ってるんじゃ。あなたたちの誠を信じる力に教えられました。遠く離れ離れに暮らしていても息子は息子なのですね。どうしたんじゃ渡る。フリザベートは本当に自分の子供を愛してるんだね。ああ、親であれば皆同じ思いであろう。トラオンはどこ行っちゃったんだろう。必ず見つかる、そう信じるんじゃ。うん、よし、次は第五階層だ。トラ王にもきっと会える。うん、またトラと遊べるか。遊べるさ、必ず。やったー、トラいっぱいいっぱい遊ぼうねー。自分を怖がる奥陽さん、君は君
やったぞ。今度は第5階層だ。早く聖人を見つけなきゃいけないし、トラオのことも心配だな。ところでその第5階層なんだけど、見渡す限り超高層ビルだらけ。きっとネクタイ締めたサラリーマンばっかりいるんだと思ったら、これが恐竜なんだな。それでその恐竜がおもちゃ売ってるんだな。次回、夢見る恐竜トイノドン、超面白かっこいいぜ。